阻止していただきたい。フォアボール、あ、これはまずいぞ。ここで打たれてしまった。爪が甘い。ミヤビ意外性発動せず。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ドラミです。本日ね、体がめちゃくちゃ大きくなっていて今季の活躍が期待される、ネオアキラ選手、作成していきたいなと思います。このオフのトレーニングでめちゃくちゃ体でかくなったんですよね。ちゃんめ逆境もあるレーザービーム意外性、今回はね、筋特高速レーザーを狙って作成していけたらなと思います。もう基礎値もね、モリモリ持って、なんだろう、自分の理想的なネオアキラ選手の能力にしたいなみたいな、そんな感じで作成していけたらなと思います。ぜんざいがね、ようやく来たんですよ、パワーフェスに。次回作情報が出ました、確定です。そしてありがとうございます、パワー4大学来ました。切り込み隊長確定、行きましょう、やりましょう。これはもう第2球を投げた。とにかく実況がもう一つ増えるっていうのが嬉しい。これはツーベースなら得点してもいい。経験点危ないかな。いや、名前入力しっかりしたらなんかすんなりいく気がして、いや怖えなマジで。自動終了とか何これ。いろいろ聞いてません。よっしゃ、抽選箱ゲット、ナイス。流し打ちのコツ、チャンスメーカーのコツもらいます。で、ここカジノ行きます。いや、箱あつ森フェスティバル、ありがとうございます。おー、当たりフェスティバル、ありがとうございます。変化球ポイント除いて190ポイントいただきました、ありがてー。カジノ大当たりの、片倉江戸川イベント、一球入魂とさよなら男コツレベルさん、さらに筋力精神合計50ポイント追加、経験点すべて足して240点、強すぎる。はい、ぶっちぎりがいる。聖堂高校、聖堂3点差、いきますか。もう日頃の行いってやつ大事ですね、日頃の行い、矢部くん大事なんや。投球2球目、ナイス、弾道に、これで3点差達成。お、3回戦台風熱いね。ではご案内いたします。もうメインロビーいきます。伊佐式樽本イベント、金徳レーザービーム、高速レーザーとストライク送球、悪球打ちのコツレベル3、ありがとうございます。一応ね、パピオン来合イベントでローボールヒッターのコツ狙えません。まあでもそれ狙うんやったらこのアイテム3冊狙っていきます。プロ野球レジェンド、台風レジェンドですね。いやー、マスコさんじゃ走れねえ。あ、これかなりヤバいかもしれん。走れる選手が矢部くんとワンチャン伊佐式。あれ、走れる選手全然いないぞ。伊佐式で走れなかったらもう誰も走れねえ。うわあ。いや、矢部くんしか走れねえな。打者9人のうち矢部くんしか走れないことが確定した。いやー、メンツがやべえ。流れを持っていかれないようにしたい。大丈夫かな、ピッチングの方でどれだけ敏捷を稼げるかになってしまった。経験値的には筋力ポイントか。勝負してくるのか。うわあ、アウトロー余裕で持ってく、やべえな。しかも3失点、秋山さんが2者連続ホームランを放った。絶望かな。さあ4球目、よし、ツーベースにならない若松さんの守備範囲。ヒットを放ちました。いや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 、満塁ナイスだけど。さあ初球、よし、よし、ナイスと。きついね。ヤミの最終打席、投げました。ボール外れた。カウントワンボール。投球2球目、とりあえず同点。いやー、でも結構厳しいな。あと敏捷87ポイント。その画面の下で何を思うのか。
もうゲームオーバーまであと一歩ってところ。変化球を完璧に。いや、やばすぎる状況ですわこれ。第8球を投げました。よしよし、8球投げさせてる。次9球目。次が9球目。投げました。打ちました。大石。よっしゃ、ヒットナイス。だいぶスタミナ削ったね今。さあバッター片倉、情熱が止まりません。一気に行きたいところ。取りきついかな。外れた。おう。ベンスト。ストレート。第3球はカーブ。いや、カーブじゃないけど。ナイラン、オッケー。大事な場面で飛び出しスタート。それでギリセーフ。やるしかねえここ。舞台はこれで整いました。ピッチャー変わって平松さん。さよならのチャンス。ツーアウトランナー2塁。ナイス。これは完璧なヒット。さよならか。やべえ、ヒットを放っています。うわ、走るしかない。さあ初球ランナー走った。ボール2塁へ来た。2塁はセーフ。よし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 。きつ。お、どうだ。カシュー。いや、きつい。グランドスラム打っても敏捷を超えない。いやいや、ミノさん外すの痛すぎるな。いやこれピッチャー終わっとるやん。川村いきます。少し迷いが出たか。どうだ、取りました。ナイフィ紫エフェクトライナー助かる。よし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 、ライナー続いてんね。お、よしよしよし、ゲッツーでかい。このゲッツーはマジででかい。あと敏捷17ポイント。ミヤビン、ナイス。ミヤビン守備。これで1点差勝利で多分超える。犠牲フライでもいい。しっしゃ、可能性が出てきました。カミソリシュート強いよ。二塁フォースアウト。シングルヒットでもいい。まずは初球スライダーはボール。打つしかない。第2球はオフ。いやー、惜しい。これでスリーアウトチェンジ。バッターは6番ウリア。絶対抑えよう。パワフェスチャレンジャーズ、ダイヤ陣はゲッツー対戦。小山みやびです。みやびに打席回るからな。よし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 、これで確定ですね。1点差でも確定。押し出しフォアボールでも良くなりました。フォアボールあ。ここで打たれてしまった。爪が甘い。みやび意外性発動せず。目が離せません。小山対小山さん。第2球はバットを出しません。やらかしすぎ。これは渾身の直球ストライク。なあ、いいな、フライ。風は追い風。センター取りました。中継。これでワンアウト。ワンアウト、ランナーそのまま一塁二塁です。さあ初球を打った。ナイスヒット、ナイスヒット。いや、もう打つしかないね。回塁に出ています。片倉、これで今日は5打数。投球これから4球目。よし、片倉ヒット熱いよ。続けよう。あと3点。チャンスセーフのやべ。第2球を投げました。やべえ、ヤンス。ナイス、やべえ。しゃあ、やべえ、二塁到達。あと1点。これで目を決めてくれ。第9を投げた。よっしゃー、さよなら。さよなら。あぶねえ。秋山さんホームラン打たれて終わったと思った。あぶねえ。いや、ナイスミート打ち祭り。いや、敏捷ポイント20ポイントオーバー。助かりました。ありがとうございます。うわー、ギリギリや。はぁ。いや、暁高校 OB 来てくれ。下位打線頑張れたね。いや、ありがとうございました。
いや興奮がまだ止まらない、コンボ3つ目玉城ちゃんと闇のイベント敏将25技術25ポイント金徳切り込み隊長ありがとうございます。よっしゃー勝つ気高校見います。しゃい抽選箱残ったね。阿部日の書重ねかけ、いや万里男逆境の書も普通に汗よき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 神ルートが来ている。いや流れがずっと続いてる。さあ初球さあ発射した奥5キャッチャー二塁はセーフ。これで敏将ポイントはもう余裕でクリア。投げました。マスコさんナイスバッティング。投げました。ナイスネオアキラ。マスコさんに続きよいしょプレイヤー操作的に2打席連続ホームラン。ありがとうございます。さあコンボ4つ目はフードコート筋力10ポイント敏将10ポイント精神10ポイント。さあマスコ五十嵐イベントコンボ4つ目筋力70ポイント追加の金徳引っ張り屋火事場のバカ力エラーは消します。ネオアキラ持ってる逆境丸金徳化ありがたい。これでネオくんの持ってる青徳4種類のうち3種類を金徳化おいしい。よしよしよしアンドロメダからの抽選箱天空中央敏将ポイントが決勝の中で一番多いチームありがとうございます。敏将90点技術65点が達成可能です。投げた怖いマジかそれ持ってかれるかインハイ引っ張ってホームランが理想ですよね。ナイス高めいったナイスホームラン外角気味だったけど打てましたありがとうございます。さあ仕留められるかナイスバッテホームラン6本目8点差敏将299点へ敏将333点めちゃくちゃ稼げましたねありがてえ。4番五十嵐相手からしたらナメプだよな普通に。ホワイトデビル警報大豪傑様ホワイトデビル。いやー伸びえ重い球も怖いけど一番ヤバいの威圧感ですよね。こっちのミートパワーマイナス20あーさあ絶好調何それまあフォイボスさんストレートゲッツナイス。いやちょっと待って相手やべえメンツがいるわ。よしよしよし総力 S 失礼うちの1、2番は総力 S 我の輝きに勝れる走るんですナイラン OK ネオくんもヒット熱いっすね。なるほど走りましょうネオくんは総力78愚かなおたまじゃくしこれは虹谷を犠牲にしてネオくん戻らせる。もっかいいけません。もっかいチャレンジギリギリ飛び出し気味スタートでギリギリこの時点で敏将71点紫エフェクトはダメだって今日こっち側で紫エフェクトヒット0本ですね。よし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 フライ打ち取りが3つ目ここまで打ち取り方全部敏将稼げてます。絶好調友沢が一番怖い。うわーバットの根元なのに阿部日強これはもう仕方ねえわ。ナイスバッティング今見てくれてありがとうございます。ナイス虹谷さん盗塁からのツーベース熱っ。 MVP は虹谷かもしれない。強振でいきます。 OK ナイスバッティングやめてー4番五十嵐4番としての仕事を果たす
2点差 1.2倍。てかちょっと待って、ポイボスさんが降板する前に経験点稼ぎきらないとやばい。よしよし、ナイス、2対3ヒット、盗塁、ツーベース、シングルヒットからの盗塁、ナイスすぎる虹谷さんが虹谷さんの活躍がえぐい。フォアボールだったらちょっとアウト確保で重投狙ってもいいかも。いや、ナイスヒットです。ネオ出塁からの盗塁、よっしゃB 賞180点目。五十嵐はフルスイングや。ナイスバッテー五十嵐2打席連続ホームラン、5点差、 1.5 倍で B 賞225点。やいやいやいや、虹谷で B 賞を稼ぎ、五十嵐で点差を広げるこの流れが出来上がってる。さらに得点したけど4失点の4点差。五十嵐さんフェスティバル。ただフォイボスさんこのイニングで落ちちゃいません、怖い。やめてー、ホームラン3本目、全然落ちねえ。アーサー絶好調、アーサーオーマー来てしまった、怖っ。ミヤビンツーベース頼むよ。今のエクスカリバーがボールだもんね、エクすぎ。よし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 、ナイスバッティング、ナイスバッティング、ツーベースお願いします、ナイスツーベース。敏捷、技術超えました。敏捷ポイントあと21点、フライ1人多分2個で超えるんですよ。まあ、失点はしてはいけない。ネオくん肩エースの高速レーザー強マジかそれ、宇宙間一番深いところ、え、シングルで止めた、だとこの当たりがシングル、これが高速レーザーだわ。よっしゃー、狙い通りフライ、ありがとうございます。多分あとフライ1人1個でいける。エクスカリバー打ちたすぎる。よっしゃー、ナイスでも八島さんツーベース熱い、これで敏捷超えました。抑えよう、インコースヒッターだしな、アウトコース勝負したいけど、ナイスインコースでゲッツー、ありがとうございます。よっしゃ、アーサー相手、あ、まあ、アーサー来ても敏捷稼ぐことできたし、これでかかったっすね。敏捷35ポイントオーバー、全試合経験点マックス、ありがとうございました。はい、ということで基礎値マシマシバージョンのネオ・アキラ選手、作成完了しました。彼の持っている特殊能力、チャンスメーカーと逆境もあるレーザービームをそれぞれ金得化、サブポジはセカンド、サード、ショート、外野と、まずは外野か、頑張っていただきたい。またよかったら、選手ダウンロード、そして高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ネオくんどんだけ打つかな。でも名古屋ドームでさ2桁ホームラン打ってほしいですよね。